はい、こんにちは。ユニバーサンドの綾乃です。YouTube を見てくださってありがとうございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。この動画では7月から始まりますユニバーサンドの新しいプロジェクトですね。青の空間、ユニバーサンドラウンジについてお話ししていきたいと思います。はい、まずですね、そもそも青の空間って何すかみたいなね、なんでサロンじゃなくてラウンジなのみたいなさ、そういうところからお話ししていきたいんですけど、その話のスタートがさ、もう私たちは宇宙的な存在であって地上に転生してきてるっていうね、そこから始まりますので、まあ、そこにアレルギーがある方はまあ、見なくてもいいし、何の話なんだろうって興味があったらぜひ進めてください。そして今まで私と関わってきたことのある方であれば、いよいよかっていう気持ちが、あると思いますので、ぜひ最後まで、聞いてください。まず私はですね、そういった宇宙的な存在、いわゆるこの地上に転生してくる前ですね、まあ魂っていろいろな時空間に存在していたりしますし、私たちが考えているように時系列がね、こう一個ずつの、ね、転生ではないので、そこら辺はちょっと説明したら難しいんですけれども、まあ、私のソースっていうか一番根源的にあるエネルギーがやっぱアルクトゥルスがすごく強いんですね。で、今のユニバーサンドのメンバーも、アルクトゥルス、純粋アルクトゥルス星人っていう感じではないんですけれども、何らかのアルクトゥルスの関わり合いがある方が多いです。もともとその宇宙からね、こうプッとさ、宇宙っていう善なるものから子になった瞬間がアルクトゥルスだったとは、言わない人たちも多いです。だけど何らかのタイミングやそういった宇宙的な、ね、エネルギーや意識体として存在してた時にアルクトゥルスと深く関わっていた方が多いです。そんなわけ で青の空間っていうのはこの天の川銀河のアルクトゥルスのすぐ近くにのスペースにありました。純粋なるその、スペース空間ですから、なんか建造物があるとかいうわけではないです。はい、でそこでね、何をしていたかっていうと、いや何をしていたかなんですよ実はそういったスペースがあったんです、宇宙にね。で私がそこで、何をしていたかというと、この度この綾乃として地上に転生してくるときに、まあ、自分は そこまでクリアに 100% 全部思い出してないですけど、ある程度こういうことをやる、それは宇宙的な存在では、マザースや人類に介入できない制限があるがゆえに、あえて人になって一旦いろんなことを忘れてでもチャレンジして、この地上に転生して、そして必ずや必ずや自分のそういったさルーツを思い出して、そしてそこから本当に個人の存在としてわざわざ転生した上で行いたいことがある。まあそれはもう夢とかじゃないんですよね。で、使命とかもそういうなんかちょっと肩に力が入るようなもんじゃない。当たり前として淡々と自分がやるべきことがあって、それが叶うのがこのスタイルだったということですね。いわゆる地上に転生するっていうスタイルだったから、それをやりますと。で、そういうのがあって、例えばユニバーサンドのメンバー、主要メンバーなんかは結構密に打ち合わせじゃないけど計画してきました。こういうエピソードがあるんです。なんで私たち日本人でみんな出会ってるんですかって。だってほら、魂って国境とかさ国籍とか関係ないからね、アメリカ人がいてもいいじゃんみたいな。今までユニバーサンドのメンバーは過去何度か一緒に転生してたことがあるんですよ。だけどやっぱね、自分が思い出せないどころか出会えなかったっていうこともあります。で、そういったいろんな経験を経て同じ共通言語を持った状態で転生しましょうっていうセッティングがありました。それはやっぱりコミュニケーションを取るっていう意味でとか、出会いやすいとかね。だから今回本気でミッションを果たしに来てるんですよ。いろんな転生で失敗して、いろんなさ実らなかった計画があって、よっしゃあれをクリアするためにはこういうセッティングでいこう、これはこうしたらどうだって、もう緻密にね、計画をして、でこの度日本に日本語を母国語として持って、まあ、日本に生まれてるってこともちょっと意味はあると思うんですけど、まあ、共通言語を持ちましょうっていうね設定で、まあ、生まれてきてます。でそんな感じでね、ユニバーサンドのメンバーとも青の空間でね、いろいろな計画を練っていました。でサロンっていうとさ、なんとなくこう、社交の場みたいな感じだけど、ラウンジってさ、
やっぱりなんていうのかな、もうちょっと格式高いっていうか、ただ単にねその交流の場を宇宙で持っていたわけじゃなくて、私たちと一緒に同じタイミングでこの地上の転生を計画している高次元の意識だったりとか宇宙的なエネルギー存在がそのラウンジに訪れて、私たちはこういう計画してますとか、こういう目的がありますとかっていうのを話し合って、じゃあ地上でこういう風な状況になった時はこの風なサポートがし合いますねとか、私たちはこういうスキルを持ってね自分にセッティングして降りていきますから、あなたがこういうものが必要だったら助け合いましょうとか、結構実務的にガチでねそういう計画を立てていたのがその青の空間だったんです。で、天の川銀河だけじゃなくて他の銀河の方とも方っていうかさ意識体ともその青の空間でいろいろ意見を交換したり情報を交換したりお互いの計画を、共有し合ったりして、そしてそれを経て今私たちのピントが合ってるこの時空ですね、3次元に降りてきて、自分もいろんなソースルーツか宇宙的なルーツとかを思い出して、2年が経ち、チャネリングをコツ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 メンバーと積み重ねていろんなことが分かってきて紐解かれてきて、かつ自分も経験していろんな痛い目とかに遭いながらもこういう風にやったらいけるねみたいなのを積み重ねて、その総合的にこのタイミングで青の空間を皆さんにお話しすることができました。はい、なのでまだ始まってもいないけど、感無量なんですよ。感無量っていうか、なんか喜びひとしおみたいなところがあって、とうとうここまで来たんだなっていう感じがします。で、ということはですよ、このユニバーサンドを知っているとか、私と関わったことがあるとか、青の空間の話を聞いた、耳にした、いわゆるこの動画を今見ているっていうことは、やっぱり転生する前に出会いましょう。何かのきっかけでお互いのスイッチを入れ合いましょう。もしくは自分の魂のミッションはこれだから、このタイミングで関わり合いましょうとか、そういったものがねもうすでにある方だと私は思っています。で、そういう方々だからやっぱり意識も高いっていうか、オールドソウルである方が多いんですよね。初めて地球に遊びに行きますっていう方ももちろんいるけれども、どちらかというと宇宙時代が長かったりとか、経験値が豊富で英知がたくさんあって、だからこそこの、激動のね、何十年かの間の地球に深く関与するためにあえて人になってね降りてきてるっていう、そういう存在たちばかりだと思っています。で、そんな人たちと、エネルギーをね共有する場ですよ。いわゆるネットビジネスとかさ、そういったスピリチュアルなビジネスを展開するための、例えば収益を安定させるとかさ、フォロワーを増やすっていう意味でのサロンっていうものではないです。私今まで何度もやりましょうやりましょう、こうサロンがいいですって言われてきたけど、全く心が動かない。ただ単にさ、綾野を近しく感じてほしいとか、なんかサロンでさ、メンバーをこう抱え込んでね、まあ、サロンに参加される方を抱え込んで自分の収入を安定させるとか、もうそんなことに全く興味がなくて、そんなのはインスタライブとかで無料でやったらいいし、私が本当にやりたいことってそこじゃないから、自分の情熱をそこまで注げないものに対してお金をいただくってことは全くピンとこないから、一切やりませんでしたね、そういうオンラインコミュニケーションを取るサロンみたいなものはね、そういうふうにただ単に楽しみましょう、何かつながり合いましょうっていうような目的ではないです。じゃあ何なのかっていうと、まあそれは今度は3次元的なね目線でいくと、自分はこういうことをしたいとか、自分は人間の形をしているけれど魂って本当に偉大で宇宙的な自分の存在があって、それの表現が今のこの自分であり、だからこそこういうふうな人と関わりたいとか、自分はこんな、ものをこの地上にもたらしたいとかね、そういう方々との、活動やね豊かさがもっともっとより
拡張していく、より広がっていくために、私の専門職は本当に宇宙のエネルギーをダイレクトに下ろすことですから、皆さんのそういった魂に、まあ、エネルギーチャージをしたりとか、あとは必要なね、その人の活動やその人の何かさ、うん、成長のために必要なねメッセージをガンガンチャネリングで下ろしたいと思います。そして、エネルギーワークなんかもして、皆さんのその3次元の影響を整えたり、もしくはそういったアクティベーションですね、さらに目覚めていくためのアクティベーションなんかをしていきたいなと思います。だから変な話、ただ単にチャネリングメッセージを受け取りたいっていう方は個人セッションで十分だと思います。オンラインうんとなんだっけユニバーサントラウンジですね、ラウンジに入る方は受け取ったメッセージ、受け取ったエネルギーを、人にどうやって分け与えていくかっていうね、そのインプットした先のアウトプットに喜びを感じている方、またそういうことをしたいですね。自分が何か表現をした、それってさ、いわゆる社会的な成功とかね、影響力の大小って全然関係ないんですよ。そこだけ誤解してほしくないんだけど、自分が生きていく上でこういうふうに人と関わりたいっていう思いだって素晴らしいと思います、ね、それが例えばもっと大きなさ、例えばヒーラーとしての活動とか、セラピストとしてこういうものを提供したいっていう、そういった具体的なアクションでもいいと思いますし、うん、自分が幸せになっていることで深く関わっている友人や家族にそれを分け与えたいという純粋な思いがある方でももう十分だと思います。それに差は絶対ないと思いますので、そういうふうに受け取ったものを、誰かに伝えたい、循環させたい、自分の活動をか、開くために利用したいという、そういった方に、参加していただきたいなと思います。はい、エントリーサイトはですね、あと数日でオープンできると思います。初回は7月30日ですね。いや、第1回の、ランジメンバーと顔合わせるだけで私はもうなんかうるうるしちゃうかもしれないですね、はい、ちなみにユニバーサウンドのメンバーなんかでは、自分はこの転生してくる前にいろんな人とコンタクトを取っていろんな星に行って綿密に計画をしていた。そしてそういった空間でいろんな人を呼んで、まあだからなんていうの、打ち合わせじゃないけどさ、会議みたいなのをしたっていう記憶があるっていう人もいるし、ぶっちゃけね、そういった青の空間っていう場所がありましたよっていうメッセージが降りてきて、もうなお、あ、そうなんだって思うけど、いやいやないよ、そんなのないよっていうふうには思わないけど、実際自分のなんか記憶としてね、リアルには思い出せないなっていう方ももちろんいます。だからどのぐらいそれが自分にとってのリアルなのか、記憶を持ってる持ってないとか、そこら辺もね全然関係ないです。はい、ただこの動画を見てるってことは、本当にその青の空間で実際私たちはエネルギーを共にしていたし、それをまたよりね地上に転生してきてますから、地上でね現実化するためにね、そういった青の空間を私も3次元でこうやって解き放っていきたいと思います。あとは補足になりますけれども、こういった方もいらっしゃるということを、まあアルクトゥルスのチャネリングの時にお聞きしたというか、まあ、伝えられたことなんですけど、ユニバーサウンドっていうロゴを目にしたりとか、私っていう存在を知ったりだとか、またユニバーサウンドのメンバーと出会うとか、とにかくユニバーサウンドっていうものがね、象徴しているエネルギーが宿っているものに触れることで、自分の魂をアクティブ、スイッチオンにするっていう風にセッティングされている方も多いっていう風に聞きました。だから、なおのことね、いろんなところでいろんな思いを持って今生きている方がいらっしゃると思います。例えば、生きづらいとかさ、何か苦しいとか、何か自分の違和感だとかさ、魂とちょっとこうかけ離れてるとかね、わかんないですけど、いろんなね状況がある中で、そういった方にユニバーサンドのエネルギーに触れる機会っていうのをもっと増やしていきたいし、いろんな人にね見つけてもらうには、やっぱ看板掲げないとね、旗を根出しておかないと見つけてもらえませんから、そういうものにね、やっぱり お役立ていただきたいなっていう思いもあります。はい、それはもしかしたら YouTube かもしれないし、個人セッションかもしれないし、ラウンジかもしれないし、うん、誰かが持っていたね、ユニバーサウンドのそのさ、お買い上げいただいた時にお配りしてるカードのね、あのロゴかもしれないし、
どういう形か分かりませんけど、その人が魂がスイッチオンになる、うん、目覚めの瞬間であるとか本質を生きることのねスイッチを、ぜひ私たちがきっかけになってるようにセッティングされてる方にね、どん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 つながっていただきたいなって、そんな風に思っております。はい、まあとりあえずねウェブサイトまだオープンしてませんけれども、初めてねこの動画を初めてですよ見た方もいらっしゃるかもしれませんから、私たちの思いが詰まっているウェブサイトや、いろいろなね情報を、公開している、インスタグラム、そして私のスマヤノとしてのしがないつぶやきですね、まあ、ツイッターな風にいろいろな媒体に出てますので、ぜひチェックしてみてください。そしてロゴを目にしたりとか、私の話や、チャネリング動画なんかもいっぱい出してますから、それにどん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 、エネルギーですかね、触れてみてください。あなたの魂がもしかしたらそれだけでねアクティブになるかもしれないし、もうちょっとね密に関わる時期が必要なのかもしれないし、そこら辺はあなた自身の設定にかかっていることなので、私がどうこうというものではないですけれども、ぜひそういうふうに概要欄にいろいろありますので、興味をそそられた方、ざわっとした方とかね、いろいろお知らせあると思いますから、自分なりのそういった感覚をキャッチして、どうぞ私たちと、たくさん関わってみてください。最後まで見てくださってありがとうございます。では遠隔ヒーリングでしょ、夏の合宿でしょ、青の空間ユニバーサルラウンジ、7月は、いろいろなことが新しく動き出しますので、ぜひいろいろな形で皆さんにフィットする、媒体じゃないね種類で、お会いしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。